はい、こんにちは、桜峰葵です。本日は侍名店の続きをやっていこうと思います。かなり久しぶりなので操作を忘れてるので、リハビリ程度な感じでやっていこうと思います。はい、あ、言うて1ヶ月前か。はい、あ、バツなんだね。なんか難しい。準備を怠らないようにね。なんか武器ゲットしたよね。よし。あ、これか。これが10、攻撃力15、10、15。これで行ってみるか。よし。はい。今日も今日は侍が赤で、お着替え完了だよ。はい、じゃあ出陣。出陣ちゃうけどね。第11話織田信長の野心。野心覚えてないけど、スタート。あー、全く覚えてない。みんなよろしくね。心して参りましょう。落ちれば地獄へ真っ逆さまだぞ。落っこちないでね。危ない、怖い。やるんだっけ。それ。ああ、まっ、危ない。ああ、落ち。危ない。なるほど。ああ、どうにも。これか。それ。ああ、どうに。いい。合うの。積んだくない？違うって違うって。あ、置いてたんだ。はい、お縄の術。はい、敵が出現したわよ。なんだか嫌な予感がするわね。ちょっと強そうな気がする。周囲をよく見るのだ。
雑魚に飽き飽きしていたところよ。旗色の悪い戦は嫌いじゃない。みんな行くよ。痛い。うわーやばい。あうはあマジか。リハビリどころじゃない。みんなよろしくね。心して参りましょう。落ちれば地獄へ真っ逆さまだぞ。落っこちないでね。鋼さんお願い。それ敵が出現したわよ。とやばどうだ。とやばここだ。とやばどうだ。とやばここだ。とやどうだ。あったあったひどい。とやばとここだ。どうだ。とやばとやばとここだ。とやなんかあったのに忘れちゃったな。なんだか嫌な予感がするわね。ちょっと強そうな気がする。周囲をよく見るのだ。雑魚に飽き飽きしていたところよ。旗色の悪い戦は嫌いじゃない。みんな行くよ。とやばそれまだまだ。とやばそれそれ。リング変化の術。とやば起きました。とやばそれとやばとそれとやばとやばとやそれとやばとやばそれ。あいつの動きをよく見て。まだまだ。あ、またまた。あ、まだあった。みんな、よろしくね。心して参りましょう。ちょっと強そうな気がする。周囲をよく見るのだ。雑魚に飽き飽きしていたところよ。赤色の悪い戦は嫌いじゃない。みんな、行くよ。と。はい。まだまだ。やばとそれそれそれどうだ。やっ一ターンそれとやばとやっそれそれとやばとやば。おみみちゃん、任せたよ。とやばとあいつの動きをよく見て。それとやば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 それここだ。それやばっ
まだまだ。ご自分の力を信じてください。やばっ、どうぞ。やばっ、まだまだ。どうだ、それどうやばっ、ここだ、どうやばっ、どうだ、どうだ、めっちゃ少年、まだまだ、どうやばっ、どうやばっ、よしよし、見かけだけだったみたいね。今回はこんだけでしたね。いつも傷もぐれ回電小味電、これが神獣たる賜物前の末裔大陰陽師の力だ。すげえ。1話か12話が終わりました。動画は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。